はい、どうもメスです。今日はですね FIFA22 のキャリアモード監督版ですね、やっていこうと思います。このねキャリアモードやるのは初めてで、まあね事前勉強とか、まあ、攻略系の動画とかね多分調べれば上がってると思うんですけれども、まあ、ひとまずね攻略系は見ずにまあやろうかと思ったので完全初見でね今からやっていきたいと思います。ただねコメント欄等でアドバイスしていただけるのは本当ありがたいんで、ぜひともね有識者の方々にははいアドバイスをしていただければと思います。で今日はね初心者でまあ完全初見でねまあやっていくということで、設定まあこの後ねどういう設定があるのかもう一回見てるんでわかるんですけど、初見じゃないね、ただゲームプレイ自体は初見なんで、まあいろいろ設定方法とかはねどんなのがあるかっていうのは視聴者に一回聞いたことがあって、まあそのあたりをどうしようかなとは思ったんですけど、まあぬるゲーでねまあやってねやったぜクリアな何をもってクリアかわかんないですけど、まあ、やってってもね面白くないと思ったので、この後ねまあ、諸々の設定を鬼畜にしてやっていこうと思います。でですね、まあ、そんな鬼畜クラブ誰がねうまく率いていくのか、まあ、俺自身がね結構感情的に動いてしまうタイプなので、論理的にねチームを動かせる監督お呼びしましょう。この方です、メス村ひろゆきさんです。メス村さんお願いします。はい、ということで論理的にまあ感情論とかにねこうやっぱ流されずに、まあ、かなりね厳しいクラブを率いてもらえる監督もこの方しかいないと思って、はいメス村さんにしました。はい、メス村ひろゆきさんです。ということでこの監督でまずはねキャリアモード初めてやっていきたいと思います。お願いします。クラブを作成、こっからっすね。こっからも一応ちょっと設定があるんでパパッと設定して、チームとかね、キャリア設定だけちょっと皆さんに、はい、お見せしましょう。はい、ということでね、まずはチームの入れ替えということで、どのリーグにね、所属するかってとこなんですけど、やっぱね、日本なので J リーグでしょう。で、これね、多分、弾くクラブ、入れ替えだよね。弾くクラブを、なんかこう、感情論っていうかね、俺が選ぶとね、ちょっとそのサポーターの方に怒られてしまうと思うんで、とりあえずランダムでいきます。ストップって言ったところで、はい、入れ替えます。せーの、ドン、コンサドーレということで、コンサドーレとメッスを入れ替えます。でね、ライバルチームはまあちょっとね、FC 東京のね三田さんとかともねまあね、いろいろやらせてもらったりはしているので、FC 東京やっぱねちょっとやっぱ知ってるチームをライバルにしたいんで FC 東京にしたいと思います。まあコハロンもね、はい、FC 東京してるんでちょっとライバルということで FC 東京にします。で、ユニフォーム今からちょっと設定していきますね。スタジアムはサンプロアルビンにしました。まぁ、ちょっとね、ユニフォームごめん、見せてなかったんですけど、ユニフォーム、ちょ待って、これはこうでいいのか。ユニフォームをね、ちょっと山鹿っぽくしました。はい。松本市のね、出身なので、ちょっと地元のね、山鹿を応援するっていう意味でも、ちょっと山鹿っぽくしました。はい。さあ、こっからっすよ、鬼畜ね。さすがにね、もう超絶鬼畜にしちゃうと、全敗とかになっちゃうんで、まあ、諸々の設定を鬼畜にして、鬼畜にして、鬼畜にして。これは移籍予算は、これにしよっか。フロントの期待は、ケーナン。オッケー、これでいきましょう。いや、ひろゆきさんならね、ケーナンをもう乗り越えてもらえると思う。で、ここを、アルティメットの1個下、レジェンドにしますか。はい。ハーフの長さは6分。オッケー、オッケー、オッケー。交渉のシビアさはシビア。はい。これでいきますか。よし、こっからここまではね、ちょっといろいろ視聴者に教えてもらったんで、はい。よし、じゃあこっから進みましょう。始まるよ。栄光をつかめ。おー、J1 でトップになればいいんだな。あー、しまった！上村さんの会見や！あははははは！あ、来たー！あー、来た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 ！おい、メス村監督。とりあえず、嘘つくのやめてもらっていいですか。はい、来ました。アジアンエリートカップ、はいはいはい、なんだこれ。招待、ま、とりあえずまずはない。あ、でも全部同じぐらいやな。じゃあ賞金高い方でいこう。はいはい、来ましたよ。さあ、新たなボスに締め。おー、ちょっとごめん、下りそうなんで一回カットかな。ごめん、マジでわかんねえ。一回カットします。初試合だね。はい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 、
ちょっと初っ端なので、一旦あれかな、ちょっとなんか冒頭のオープニングとかで多分時間食ってると思うんで、この試合で1本目はとりあえず終わりかな。で、2本目以降ね、ちょっとあの、マジで全然、あの、なんだろう、細かいところが全くわかんないんで、ちょっとさすがにね、あの、勉強してから、ちょっと第2回目迎えようと思うんで、とりあえずね、第1回はまあオープニングということで、まあちょっとサクッとね、オープニング試合勝って終わりましょう。はい。試合開始。はい、行きますよ。おー、メス村さん指導してるね。いいよいいよいいよ。はい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 。まあ勝ちますよね。これなんか俺も操作するらしいね。よくわかんないんですけど。さあ、あ、じゃあ、あ、やっぱ操作するんだ。これ大事だね。初っ端勝つかどうか。さあ、竹内。竹内いけ。さあ、福田。福田から、おーい福田！福田がちょっと問題だな、今。今、現時点では福田がちょっと問題点になってますね。おっと待って、やばい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 、落ち着け、やばい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 って、あー、危ない危ない、オーケーオーケー、え、は、え、嘘でしょ、え、PK、 え、嘘でしょ、え、ガチか、やばい、誰だ、花草、花草、花草、オッケー、挟もう。え、でもさ、思ったよりなんだけど、まあ今ね、失点して1点ビハインドですけど、思ったほど、レジェンドでやってんだけど、相手のね、レベルを。そんなになんか大したことないね。ほら。なんかやっぱ対人戦結構やってるから、なんか拍子抜けですね、これ。おっと。信頼度。フロントへの信頼みたいな。なんか解任されるみたいですね、これ。なので、これまあ2失点しました。ただ、負けるにしてもこれ多分大量失点すると、よりね、こうチーム、あのフロントのね、こう信頼を多分失うと思うんですよ。まあなので、いやまあ負けるつもりもうとないんですけど、とりあえず失点やめましょう。やばいて！あ、オッケーオッケーオッケー。取れないの？ガチでやめて。ナイス。危な。オッケー、ちょっととりあえず1点取ろう。なぜ繋がらない？いいよ、チャンスじゃない？これ。これで1点入れよう。あ、来た！来た！いけー！よーし！よーし！これだ！聞いたぜ！誰だ決めたの？ちょ、選手の名前覚えるのも監督の務め。誰です？これ決めたの。上野、橋本愛、誰誰誰、いや、いい抜け出しや、素晴らしい、誰、竹内、よくやった。竹内はもう完全に覚えた。竹内、橋本、上野は覚えた。キーパーの名前がよくわかんない。なんだっけ、やばい、危ない、なんか難しい、やばい、あー、お前さあ、誰キーパー、ちょっと待って、マジで誰キーパー、花房、お前竹内がさ、どれだけ苦労して決めたと思ってんの、マジで。この1点無駄にすんなよ、花房。ちょっと覚えにくいんだよな、花房って。お、いいよ竹内、いい動き、あー惜しい、え、竹内いいな、このチームのエースだ。やばくない？やだよ。ちょ、やばいって、これ以上で失点！あっ！ははは！やめてよー。もうやばいって、これ以上。あーあいやー、ということで前半終わりましたね。やべえ、5対 1？ やべえな。メッセ FC、前途多難なんだが。まあ、こういう、やっぱりさ、サクセスストーリーってこういうものじゃないですか。こう、圧倒的窮地からの大逆転劇。まあ、この試合はどうかわかんないですよ。ただ、もう窮地に立たされたクラブが、
こうね、なんか成功していくっていうのがやっぱりね、ドラマとしては一番綺麗なんですよね。いいよ、橋本、はい、竹内、さあ誰だ、フラ、ん、いや、読めなかった、ちょっと名前全員覚えてない、まだ。お、いいよ、めっちゃいい、めっちゃいい連携、これぞメッセージ、いいぞ、いいぞ、来た、竹内はい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 、守備しっかりね、守備しっかり、守備からだ、おー、ちょ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 、ナイス、カウンター、あー嘘だ、ガチ、あー竹内から、竹内、あれ竹内、え、竹内ってさ、え、これまさか竹内兄弟か、兄弟かもしんない、もしかしたら兄貴か、どっちが兄貴でどっちが弟かわかんねえけど、あれここにいるのも竹内、竹内いるぞいっぱいおい、少なくとも3人はいる。ちょっとまずは落ち着いて1点取ろう。まあもう失点はしゃあない、とりあえず1点、やばいやばいやばい、ちょ落ち着け、いいよいいよいいよ、あーメス村さん、ひろゆきさん救ってくれ、どうすりゃいいんだこういう状況、どうしようもできねえよもう70、止められねえよ、おい、どうすりゃいいんだメス村さん、あー、ということで、あー終わっちゃった、うーわえ、7対1、あー、なるほど、まあまあまあ、でもいいんじゃないですか、うん、これぐらい前途多難なねスタートの方が、まあ、やっぱりこう J リーグを制した時の感動につながると言いますか、はい、どん底のチームをメス村ひろゆきさんがね救ってくれるので、第2回、あひろゆきさん喜んでる、あー、いいシーンが見れた、はいはいはい、まあちょっとまたね次回お楽しみにということでよろしくお願いします。高評価もねぜひともよろしくお願いします。メス村ひろゆきさん喜ぶんで、高評価の方よろしくお願いします。ということで第1回メスキャリアモードは以上。メス村ひろゆき率いるメス FC の物語はまだ始まったばかり。